はい、こんにちはです。ただいま午後5時ちょうどぐらいです。今回ですね、千葉県の方でね、 APS カップの体験会と、あとラウンドアバウト、スピードシューティングジャパンシティチャレンジのね、ラウンドアバウトの体験会を、やりたいという方がいらっしゃって、場所を見っけてきてくれたんでね、今これ後ろ機材積んであります。じゃーん。さあこれを持って、ちょっと設営に行くんですけど、今日は11日の土曜日なんですね。これその体験会は12日ということで、明日なんですけど、まあちょっとね、遅刻したりするとやばいんで、今日のうちに近くのホテルに泊まって、万全の体制で待とうということでね、これから行くんですけど、目的地はとりあえずまずは朝来ステーションホテルというところに行く予定です。ちょっとね、ナビがね、やっぱね、僕の古くてね、もう朝来市っていうのはすでにないんですよね。まあちょっと心配なんですけど、まあとりあえず行けばなんとかなるでしょうということで、行っていきたいと思います。で、明日の体験会はね、千葉県の香取市民体育館、これ佐原駅っていうところのね、すぐそばらしいですね、ということになっております。まあのんびり行ってきましょう。ちょっとね、帰省ラッシュ、お盆のラッシュかかんなければいいなと思うんですけどね、どんな感じでしょうか。意外と東京逆に空いてるかもしれませんね。まあということで行ってまいります。はい、7時着きました。いやー、私の知り合いのというか、友人というか、知り合いというか、そういう方がですね、朝来だと自信満々に言ったんですけど、これイタコだったんですよ。イタコ、漢字の読み方、朝来って読むんですよって言ってたんですけどね。まあ、とりあえず、イタコステーションホテル到着しました。チェックインしていきたいと思います。なんか食べたいっすね。イタコステーションホテル着きました。ベッド広いっすね。ここはトイレと別になってんですね。風呂と。バスルームこんな感じです。おぉ、これいいな。疲れるじゃん。素晴らしい。さて、じゃあなんかまず食べてこようかな。いやー、ほんとナビで出ないわけですよね。朝来とかって書いてもね。イタコでしたね、イタコ。ということで、まあ、とりあえずなんか食べてきましょう。はい、ここはね、ホテル、シネスホテルですね。イタコステーションホテルで、ここはイタコ駅なんですよね、これね。そうだ、駅前、駅がありますね。さあ、なんかありますよ。とんかつ屋さん、ピザ、とんかつピザ、パチンコ屋さん、さて、ピザね。とんかつ食べてみようかな。なんかあんのかな、あっちの方には。とんかつというのもどうかなというところもあるんですが、お、上にもあるんですね。上は何、ピザ、ステーキ。いや、とんかつ行ってみますか。この先は何があんだ、これなんかピザ多いっすね、ピザ屋さん。なぜピザ屋さんが多いんでしょうか。バッカスってない、飲み屋さんかな、これ。とんかつ屋さん入ってみようかな。あとは何、アビーロード、あら、セット料金1時間3000円、飲み放題、スナックだこれ。タイ料理屋さん、これまたちょっと、ま、面白そうだけど、ま、ちょっととんかつ屋さん行ってみましょう。もうなんか何に刺身定食とかあんだな、美味しそう。これ美味しそうですよ、これちょっと行ってみましょう。来ました、あとね、鳥花火っていうのを頼んでみましたよ。
忙しいね。ちょっと熱いってみましょうか。醤油で、まずは醤油でいってみます。超美味しい。これやばい。鶏ハラミっていう、これはどれもこれも美味しいですね。ここで来てよかったです。いやーすごい美味しかったですね。とんかつとんぺいさん、まあ僕はもうここに来ることないと思うんでね、あれなんですけど、ぜひこの潮来駅、ここです。立ち寄られた方は、ぜひね寄ってみたらいかがでしょうか。さてと、帰りますか、帰りますか、ホテル行きますかね、戻りますかね。なんかコンビニないかな、ちょっと行ってみましょう。朝です。ここは定食ホテルの朝ごはんですね。さあ味噌汁とキノコ入ってる。うまい、美味しいですね。これはなかなか、あ、ご飯も美味しいですね。のんびり食べたいと思います。はい、もう7時50分になっちゃいましたね。もうちょっと前かな、40分ぐらいかな。さあこれからですね、さあ今日のというか今回のメインと言ってもいい香取市民体育館に向かいたいと思います。これからね APS カップとねラウンドアバウトの体験会をやるんですけど、香取市民体育館はまず香取市か、香取市市民体育館、あ、これでは出ないな。あれで行きましょうか。住所、千葉県香取市。これねナビが古いからね出ねえんですよ。香取市、いきなり香取市ないし、香取市ないよ。そうすると郵便番号だな。電話番号で行ってみようかな。電話番号書いてねえよ。郵便番号、住所もダメ、郵便番号28700なんと佐原駅のそばなんですよね。さあ、お、付近出ましたね。さあどんぐらいで着くんでしょうか。目的地設定、だいたい13キロ、8時15分到着予定ですね。じゃあ行きましょう。ということで、なんか天気がね、まあ暑くなんなくていいかなって感じなんですが、ちょっとあれですね、良くないですね。さあ、ということで、旅にまた出ます。はい、ということでね、香取市民体育館、到着しております。もう設営ね、いくらか進んでるんですけど、いや、広い。こんな広いのに、使うのはあそこだけという、あ、さあ体育館であります。久しぶりな広いこんなところをですね用意してくれました。今ね、APS の設営はこれで終わったんですけど、
さあここからあれですね、ラウンドアバートのもっと有名なマック坂井さんが来ていらっしゃいます。はい、こんな感じで進んでいます。着々と進んでおります。はい、ということでね、大体設営終わったんで、香取市民体育館ですね、香取市民体育館武道場。いいな、ほら、エアガン無料講習会となっております。自販機ありますよ。そしてトイレもちゃんとあります。またここでやることあるのかな、ね、トイレね、トイレ大事ですからね。はい、トイレちゃんとあります。よいしょと。そしてじゃーん、この広さすごいっしょ、超広い。 APS と、はい、あそこシルエットですね。そしてプレート、はい、ブルーズアイ。そしてラウンドアバウト。はい、ということで、10時から5時まで、4時までかとなっております。すごい広い、こんな広いのに、こんな広いのに使うのここだけ。いやー、はい、こんな感じでこれから始まります。果たして人来るんでしょうかね。はい、お父さんと一緒にね、こうやってスピードシューティング10歳のやつを打ってる方もいらっしゃいます。あといろいろね、おや、これは有名な YouTube やってる方ですか。ちょっとリトルですか。はい、いろいろね、こうやって体験してますね、皆さんね。こちらはコンバットマガジンの方が手伝いに来ていただいております。助かりますね。はい、ということでね、まあ、こんな感じで組んでるんですけど、これ変な話、まあ、日本全国車1台でどこでも行けちゃいますんでね、なんかこういう体験会やりたいという方いらっしゃったら、場所さえ見つけてくれればね、まあ、スケジュールにもよりますけど、いつでもどこでも行けますんで、沖縄とか無理かな。車で行けるとこだったらいいんですけどね、まあ、フェリーで行けんのかな。まあ、こんな感じで、もしよかったら、なんかコメントいただけたらなと思います。まあ、まだ撮るとは思うんですけど、とりあえずこんな感じで、まあ、練習会というか体験会やっております。今回のね、この体験会はね、主催はこのあそこで今やってる西郡さんというね方なんですね。まあ、マック坂井さんの動画を見て、あの、なんかちょっとやれたらということで場所見つけてきてくれたんですよね。すごいですよね、これね。ほんと、もうこうして余裕でできちゃうくらいになってます。まあ、普通の体育館ですからね。で、使用料もね、それほどね、まあ、いくらか取られるんですけど、まあ、なんだろう、趣味の範疇かな、みたいな感じで。ね、この手作り感がいいでしょう。スポーツドリンクをね、今日用意してくれたらしいです。はい、こんな会場であります。いやー、懐かしいこの匂い。うわ、マットですよ、マット。プロレスごっこできる、これ。この匂い懐かしいですね。こういう風にね、台車とかもね、あるんですよね。はい、これは助かりますね。最後体育館掃除して終わるのかな。うん、これ
しい。いやまさに体育館、こんな感じですね、こんな感じになってですね、もうこれでシンプルにコンパクトにまとめております。ブルザイ、プレート、シルエット、そしてラウンドアバウト、ジャパンスリーチャレンジのワンコース設置してます。はい、ということで、まあ、練習会ね、もうすぐ終わりの時間ですね。こんなベンチまであるんですよね、これ。いやー、余裕で公式ができるスペース、よいしょ。はい、こんな感じで今回は、香取市民体育館というところでね、この場所を用意してくれた方がいらっしゃったんで、 APS カップとラウンドアバウトの体験会をやってみました。まあ取り立てて、まあ取り立ててというか全く事故もなく終わってよかったです。今マックサファイファンの方はついに銃を手に取ってますね。見てるだけでいいですと言っていらっしゃったんですが、これからついに撃つみたいですね。さあ、もうすぐ撤収になりますね。はい、いよいよ終了です。はい、ということで今5時を過ぎたところ、ちょっと涼しい、いい風ですね。終わりました、無事ね、良かったですね。こんな感じでね、いろんなとこ行けたら嬉しいんですけどね。私のスケジュールもありますけど、なんかこんな感じでね、体験会やりたいって方、あともう自分がこんな感じで打ちたいんだって方ね、いたらね、コメントでも入れてみてください、この動画にね。さて、この後は仙台に向かうんですが、とりあえずちょっとね、一風呂浴びたいっすね。ちょっと近くに銭湯があるので確認してあるので、ちょっと寄ってみたいと思います。ということで、練習会お疲れ様でした。楽しかったですね。夕飯です。他にも頼んだんですけど、まず寿司頼んじゃいました。これイカ美味しい。この歯応え、歯応え最高。エビもうまい。さ、いいですねこれ。カニ釜飯御膳です。カニ雑炊御膳と迷ったんですが。うまいね、これ。さあ、釜飯、カニ釜飯。うん、おいしい。うまい。カニの刺身ですね、これ。よいしょ。刺身ですよ。ちょっと行ってみよう。うわ、カニの刺身うめ。はい、ということでゆっくり食べたいと思います。味わいたいですね、これ。いやー、美味しかったです。また来たいぐらいだけど、もう二度と来ることないよね多分。まあ千葉でまたこういう会があったら寄るのかな。いや、これね、今回の主催のね、西郡さんっていう方にね、ちょっと銭湯の方、スーパー銭湯の方をね、紹介してもらったんですよ。花の湯さんっていうので、まあ前にあるからね、ちょっと寄ってっちゃおうかなと思って入ったんですけど、いや何もかも美味しかったですね。あー、まあさ、これから今度は宮城に向かいます。仙台あたり、名取市というところなんですけどね、ヘブンズフロンティアさんというところにこれから伺うんですけど、まあこれから伺うって言ってもね、
明日の12時午後のお昼ですね、ちょうど正午までに行くということで、今8時ですね。これから、今回常磐道でね、初めて宮城の方行くんでね、まあ、ちょっと楽しみです。道空いてるといいんですけどね、まあ、混んでたら混んでたでゆっくり行きましょう。途中どっかでねちょっと仮眠取ると思うんですけどね。さあ、ということでまたあら、また旅の始まりと、たどり着いたらそこがスタートというですね、ほんと感じですけどね。じゃあ行ってまいりましょう。今浪江町です。朝8時前ぐらい、いやーびっくりしました。ガソリンがねなくなっちゃって、ね、もうしょうがないちょっと次のサービスエリアまで持たないなと思って、ね、降りたんですけど、どこもやってないという、ということでね、ちょっと朝の8時まで、8時にならないと開かないよということだって、8時までちょっと某所で車を止めさせてもらい寝てました。ちょっと旅の予定が大幅に狂いましたけど、まあこれもまた醍醐味ということでね、今これでまた仙台に向かっております。南相馬鹿島というサービスエリアにやってまいりました。相馬の野馬追いっていうのはねあるんですよね。これ見てみたいんですけどね。さあ、なんか食べていきましょう。10時半からなんですね、フードコート。いやー、ちょっと朝から食べ過ぎかもしれませんが、ね、牛タンうまい、これうめ、そして舞茸おこわです。うまいね、これも。これが名物。いや、舞茸おこわうまいな。で、ホッキ飯、ホッキ貝のおにぎり。これもうまい。これ全部うまいっすね。特に舞茸おこわうまい。うん。海と山の幸ですね、これまさにね。はい、ということで今朝ごはんを食べております。はい、この極楽というところにね入ってみました。名取、朝8時からやってるんでいいですねと言いながら、もう時間は10時36分なんですね。さあ、これからね今度はヘブンズフロンティアさんというところにね、ちょっと寄ってみたいと思います。ジャパンシールチャレンジのね練習ができるということなので、ちょっと行ってみたいと思います。まあ、APS カップの、ね、練習会なんかもね毎週やってらっしゃったんですね。多分また今とりあえず本大会終わってお休みになってるんですけど、また再開するのかな。まあ、とりあえずこれから多分10分ぐらいで着いちゃうと思うんで、今10時36分、まあ、とりあえず向かってみましょう。いやー、コインランドリーなんでね、今ちょっとぶっこんできました。先に洗っときゃよかったですね。1時間ぐらいかかるんですけど、でちょうどいいもんな。なんかご飯どっか昼ご飯食べてくかな。まあ、ということでコインランドリーに入れて風呂入りに行けばよかったですね。まあ、ちょっとドライブでもしてみますかね。ガソリンいっぱいありますから、もうちょっと市内を走ってみたいと思います。なんかあったら食べよう。はい、今いろいろありましたけど、12時過ぎ、まあ予定通りヘブンズフロンティアさん到着しました。いやー、中クーラーがないとのことですが、どのぐらい暑いのかな。まあ、とりあえずちょっとね出させていただこうかなと思っております。いやー、いい天気ですね今日も。なんかお腹空いたらいろいろありますからね、食べるところね。はい、ここです。さあ、到着ということで、ヘブンズフロンティアさん来ました。お、アクセラレーターがもう設置してありますね。すごい。テーピングタイム。
ペンデュラム、ペンデュラムですということで練習会始まります。はい、ジャパン一周回ってかき氷です。2週目です今。APS カップのね練習機材もありますね。シルエット、これですね。シルエットブルズアイ。はい。感じでヘブンズフロンティアさんに今回はお邪魔させていただきました。はい、現在は何月何日でしたっけ？8月の13、4月14日火曜日ですね、今日ね。もう曜日も日にちも感覚がもう麻痺してますが、さあこれからまたヘブンズフロンティアさんに、ね、行きたいと思います。昨日そっか結局何にも撮ってないんだよな。あの後ね、ヘブンズフロンティアさんで練習した後、あの仙台の加藤さんとね、飲んで楽しく、一日過ごしたんですが、これでいいのかな。はい、ということでまた、これからヘブンズフロンティアさん行ってジャパンの練習していきたいと思います。今日もいい天気です。牛タン定食です。はい、本日もヘブンズフロンティアさん到着です。さっきね、牛タンのお店一休さんっていうところだったんですけどね、割と有名なんでしょうか。お客さんいっぱいでしたね。さて、今日も練習していきましょう。お腹いっぱい、朝もね、ちょっと食べちゃったんだね。さあ、頑張ってカロリー減らしていきましょう。さて、到着です。平日は3時からなんですけど、今お盆の時期なんで12時から空いております。11時までやってるんですね。すごい夜までやってます。セカンドダウン、アーユーレディセンバイ。キリンレモンって美味しいっすよね。最近また復活見るようになりましたね。あんまり見なかったんだけどな。さあこれからですね、今回 APS カップのオープンクラス優勝した赤間さんという方のですね、祝勝会がねあるとかないとかって聞いたんで、今仙台の街を歩いております。総合運動場って一回行ったことあるんですよね。あの楽天球場とかねあるとこですね。ここら辺はね寺町通りって、ね、静かなんですけど、今たまたま車がオーバーしてるんでこんな感じですが、さあ到着。ここから飲みに行きます。夕焼けが美しい。グランドチャンピオン、お加藤さん、おめでとうございます。おお、ありがとうございます。これはね、これはね、デンマーク。で今祝勝会やってます。それが優勝した赤間さん、はい、そしてこれ負けた人たち、負けた人たち負けた人たちでしょう。でもこれ美味しいですよね。おはようございます。今日は8月15日でいいんですか。15日朝8時ぐらい。さあ朝食です。9時、朝食バイキング、スープ、
か中じゃないですか。そしてこれはおぼろ豆腐のなんとか汁。お、うまい。オムレツはですね、売りらしいですが、どうでしょうか。おお、なんかふわとろだよこれ。お、あ、おいしい。そして仙台というと笹かま。まあ食べる前から美味しいのは分かってましたが、お、ご飯もいいね、これ。で、これしそ巻いたやつ、しそで巻いたやつ。うん、うまい。ということで、朝食バイキングです。今まだ11時50分、まだとかもう11時50分って言った方がいいのかな。ちょっと出かけ、まあ大丈夫かな。3時4時ぐらいからですね、浦和あたりが混むらしいんですよ。ですんでそれまでに帰りたいところですね。今仙台です。これから東京に帰ります。いわゆる北区に帰宅ってやつね、僕はいつも使ってるんですけど、したいと思います。まもなく右方向です。はい、今ね、スゴーサービスエリアで合ってんのかな、読み方に来てます。まあ仙台なんで牛タンまた食べようかなと思ったんですが、混んでますねやっぱりね。ということで串だけ買ってみました。これトロ牛タンって言うんですって。うまいな。うん、うまい。ある意味牛タンではない感じ。思いっきり牛タン、なんか元みたいですね。タン元ってやつですか。はい、ということでこれからちょっとね、なるべく早く帰んないと渋滞巻き込まれそうですね。頑張りましょう。今ね、福島の朝霞パーキングエリアというところです。やっぱり渋滞ですね。ちょっともう腹くくってのんびり帰ることになると思いますんで、ちょっと食料補給。もうね、大きいサービスエリアは軒並み渋滞。まずサービスエリア入るのでね、朝霞頂戴したんで入ってみました。これすげえな、ニンニク、味噌汁は、はい、普通の感じね。ニンニクたっぷりっすよこれ。うまい。ちょっとピリ辛になってますね。大根おろしとちょっとさっぱりになるのかな。なるほどね、これもうまいな。はい、ということでただいまランチです。焼いたパーキングエリアかな、今焼いた北ってやつか。さあまた食べます。これね、冷やし氏家うどんですって。舞茸天入り、締めっぽい感じなんですね。うん、おうん、これうまいな。おお、ちょっとうどん自体にもちょっと味あるな。これうまい。稲庭うどんっぽいですね。あらら、うん、あ、これうまい。舞茸天もうまい。Uターンラッシュってやつかな、ハマってます。まあそれでもね、そこまでドハマりじゃないんだけどね、まあ、ちょっとここでパワーつけて安全運転で帰りたいと思います。釜
まぼこの焼きたてです。おお、うめえ、すごい。これ魚を感じますよ。これね、羽生パーキングエリアというところに来ました。もうすぐですね。ここまで順調に来ております。ちょっと中も見てみましょう。いやー、びっくり、まさかの知り合いとここ遭遇しました。こんな偶然あんですねと言いつつ、もも、鶏のもも焼き、焼き鳥ですね。まあ焼き鳥というよりはこれもも焼きって感じですね。意外とね、こっから先はね、混んでないんですね。やっぱりお盆なんで首都高がついてるせいか、これでもうすぐあっという間に着いてしまいそうです。あもつけせいろです。今回の旅、振り返ってみれば、まず千葉に行ったんですね。随分遠い前のことに思いますが、千葉行って仙台、まあ、宮城県行って帰ってきたという旅でしたね。またね、APS カップの方もね、いろんなところでできるようになるといいかなと思います。さあ、動画はここら辺で今回終了とことになりますが、赤羽までのね、残りここで本当に事故ったりしたら元も子もないんで気をつけて帰りたいと思います。各地でいろいろお世話になった皆さん、本当ありがとうございました。そしてね、体験会に来てくれた皆さん、本当ねありがとうございました。暑いとこね来ていただいて助かりました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。